はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日は2024年の11月18日月曜日です。今日は今ですね、舞浜駅前に来ているんですけれども、11月18日といえば、そう、ミッキーとミニーの誕生日でございます。で、このね、誕生日の日といえばですね、このディズニーリゾート周辺ではもういろんなところでね、お祝いムード満載でございますので、今日は今からですね、このディズニーランド周辺をですね、ぐらっと回ってですね、今日しか見れないですね、そのお祝いの装飾とかをね、見に行こうかなと思います。それではまずはですね、ボンボヤージュに行こうかなと思うんですが、基本的にね、キャラクターの誕生日の日ってこういうショップの中に行くとですね、誕生日専用の棚とかがありますので、多分ね、ボンボヤージュ今年あると思いますからね、今からそれ見に行きたいと思います。これといって棚はないんですけれども、キャストがですね、カチューシャつけてますね。ミッキーとミニーのカチューシャつけてるキャストがいます。これはおそらく誕生日だからですよね。はい、ということで、まさかのボンボヤージュはね、棚はなかったんですけど、キャストがですね、ミッキーとミニーのカチューシャつけてる方が何人かいましたね。一応全員でね、多分6人ぐらいはつけてたでしょうか。まあ、おそらく今日限定だと思います。もう他の日でカチューシャつけてるキャストは見たことないですからね。ディズニーランドホテルのですね、ディズニーマーカンタイルにやってきました。ここならきっと何か棚とかね、やってくれてるはず。レジ横にミッキーとミニーの誕生日のお祝いのものがありました。これですよ、見たかったのは。これは間違いなく今日限定でしょう。はい、ということで、ディズニーランドホテルのディズニーマーカンタイルでした。ありましたね、やっぱり。こんな感じでね、誕生日の日とかは棚があったりね、ああいうお祝いのレジがあったりするんですよ。ボンボヤージュなかったけど。さあ、それではお次にですね、もう毎回恒例のディズニーランドのエントランス行きたいと思います。だいたいね、誕生日の日は電光掲示板にですね、お祝いのメッセージがあります。はい、ディズニーランドのエントランス到着しました。やはりありましたね、これですよ、これ。はい、ミッキーマウス&ミニーマウスバースデーって書いてあります。これ見れるだけでもね、いいですよね。しかもこのデザインは初めてですね、今年。これはね、見たことないです、今まで。めっちゃおしゃれでいいですね。はい、ではエントランスでした。そしたらお次にですね、立体駐車場の方に行ってみようかなと思います。だいたいね、これ毎年恒例なんですけど、多分ね、パーキングのミッキーの車とか、あとね、コーンアートがあると思います。お、遠目ですけれども分かりますよ、ほら、やっぱり車出てますね。そう、誕生日の日とかはね、こんな感じで車が出たり、どうやらここにね、コーンアートもあるみたいですよ。これがね、めっちゃレアなんでね、もう今日しか見れないものですから、今からご紹介していきたいと思います。はい、これですよ、これ。これね、あのパーキングの車なんですよ。で、こういう誕生日の時とかになるとですね、めっちゃ目の前に出してくれるんですよね。ほら、ちゃんとハッピーバースデーなってますよ。で、ミッキーが運転席にいて、クリスマスのガーランドもありますね。何が可愛いってね、この、まあ、色も可愛いんですけど、このね、蝶ネクタイがいいですよね。こんなに近くで見れるなんて、誕生日の日ぐらいですよ。めちゃくちゃ綺麗です。さらに後ろにミッキーのね、形したコーンがあります。やっぱりありましたね。上から見たコーンアートです。ミッキーになってますね。これ誕生日の日しか見れないですからね、めっちゃ激レアです。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。2024年11月18日のですね、東京ディズニーリゾート周辺の様子でございました。こんな感じでね、キャラクターの誕生日の時ってなんかお祝いムード満載でね、いろんなところに棚があったりとか、あとああいう車が出たりとかね、まあ、いろいろありますんでね、ぜひ皆さんも見に来てみてください。はい、ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。